はい、さい、今回は久高島の波多須というね、波多須の学校という場所に来ています。でね、波多須のことがちょっと説明してあるので読んでみると、五穀発祥の地、麦の種おろし、旧暦9月上旬の土の絵を地期とします。島の子供たちが、初種おろしをしています。豊作健康祈願ってね入ったりする場所なんですが、まあ、こちらで子供たちが畑を育ててるみたいですね。でですね、今回もヒロ TV のヒロさんと一緒なんですが、これからなんかね、果たすっていう多分ね、ここだと思うんですが、多分五穀豊穣祈る祈願所ですかね。なので、まあ僕たち畑してないんですが、まあ、お邪魔しますみたいな感じで、ちょっと挨拶だけでお邪魔します。こちらですね、果たすってね、でですね、まあ、今回この果たす来た理由なんですが、この近くにね絶景ポイントがあるらしいので、今回ねそちらに行きたいななんて思ってるんですが、ハイビスカスも真っ赤ですね、赤花ね。仏草毛って言うんでしたっけ、本当に綺麗な場所ですよ、もう久高島。ここを来るまでに5本ぐらいね撮影してきたんですが、やっぱねどこを見てもね本当綺麗な場所です。でね、ここを左手に行くと矢車川っていう場所がねおそらくあると思うので、ヒロさん、ヒロさんお茶目だから、ヒロさん多分ねこっち方向方角的にここ行くと矢車川っていうね、なんかちょっと行ってみないとどういう場所かちょっと分かんないんですが、そういったポイントがあるらしいので行ってみますか。矢車川ってどういう発音か分かんないけれど、はい。でね、やっぱね左右見る限りね草木生えててもすごいっすよね、ほんと自然豊かで。今日の沖縄はね青空が広がってるおかげで、ね、久高島の海が多分矢車川から見えると思うんですが、青くてね綺麗な海を見ることができるんじゃないでしょうか。多分左かな右かな、左だと思うんですが、ちょっと左行ってみましょうね。やっぱね、神の島ってね言われるだけあって、自然も多いし、なんかね今まで本当に何か所か撮影してきたんですが、どこもね本当に絶景だったり、なんだろう、昔懐かしい集落、そんななんかね村があったりしてね、あ、なんか案内板がありますね、案内板、矢車川、はい、こちらですね、矢車川文化財を大切にしましょう、ね、矢車川、なんかめっちゃ海が綺麗なんだけど、やべ、この海青、わあ、何この海の青さ、半端ない、うわーすげー、ヒロさんめっちゃすごいですよ、絶景だ、半端ない、これね階段怖いけれど降りる感じですね、うわほんとすごい綺麗です。次男中沖縄で生まれ育った僕でもねこの海見るとやっぱめっちゃ綺麗、こういうなんかね階段道を通った先に何があるんでしょうかね、矢車川がっていうから、やっぱり湧き道とかが流れ出る場所があるのかななんてね勝手に想像してるんですが、ね、ほんと初めての久高島なんでね、ここがどういった場所なのかがね分か
かんないんですが、すごい絶景が広がってます。ここは綺麗ですね、本当に。おそらくここが、ね、廃所になってて、ヤグルガーというぐらいだから、水がもともと流れてたっていう場所なのかな。それはここのことですよね。なのでちょっと手だけでもお邪魔します。多分ヤグル川の川って湧き水の川のことですよね、うん、ここが多分流れてたよっていう場所なんで、その途中の海がやばかったですね。青いね、半端ないですね。ヤグル川でですね、実際もうちょっと行くと近くにまたね、ティミグスクっていうグスクがあるらしいんですよ。ちょっと行けるか分かんないけど探します。ティミグスク、はい、 Google マップ上にはティミグスクっていうのがあるんですよ。とにかくここ本当絶景です。やばい綺麗ですね。まあ、今回、ティミグスク探すのは次の動画という感じで、果たすからね、ヤグルガーっていうね、久高島の、ね、魅力お届けしたんですが、皆さんこの海見て感想を一つお願いします。絶景ですね。はい、絶景です。沖縄本島とまた違ったなんか美しさがありますよね。あれば、今回久高島ですね、ユンタさんと一緒に撮影してるんですけども、まあ、あの見る角度によって動画も違ってくると思いますので、はいはいはい、ユンタウェイのチャンネルでもね、はい、どうぞ見てください、はい、その前にこれもしかしてユンタウェイって聞いた。あ、そうなんですけど、自分で打つことができないんで、あ、僕オリジナル TS 出してるんで。いや大丈夫です、大丈夫、はい、ヒロさんのカメラでどうぞレポート撮ってほしいなと思ってるんで、はい、これです、はい、かわいいでしょ、はい、どうぞ、オリジナル TS 来てるんで、はい、というわけで、まあ、今回果たすからね、ヤグルが、ね、ほんと絶景な場所をね届けてきてよかったです。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバーイ。